さあ始まりました将棋バーチャンネルということで、今回見ていくのが第81期名人戦7番勝負の第1局となっております。振り駒の結果、先手が渡辺明名人、後手が挑戦者藤井聡太竜王となっております。さあここまで6冠を持っている藤井聡太竜王、名人を挑戦、7冠へのチャレンジ、そして最年少名人となるかというね、まあ、歴代の記録もかかっている、さあ歴史ある一戦が始まろうとしております。早速見ていきたいと思います。初手は2六歩、渡辺名人がどのような作戦を用意してくるのか。後手の藤井竜王は8四歩とね、まあ、何やってきてもいいですよというところで、作戦の主導権をまあ、先手に委ねながら、まあ、相居飛車の将棋でね、まあ、角換わりでもいいし、まあ、相掛かりでもいいですよ、というような感じなんですけれども、8五歩と。さあ、ここで、本譜、7六歩とね、まあ、角換わりの出だしで、渡辺名人が指していくというところですね。さあ、これに対して、本譜は3二金と、まあ、角の頭を守るのが大事ですよね。まあ、これ、うっかりね、まあ、級位者の方のために言いますと、まあ、こうやって下先切れるじゃんと思うんですけど、ここでね、歩を打ってもね、なられますけど、ここで2四歩とつけば、取った歩をね、まあ、こういう風に打つことができますので、8筋で歩の交換をしてしまうと、一歩をね、まあ、2三と打たれてしまいますよ、というのが、まあ、初心者で、よくね、はまりがちな罠になってきますので、まあ、ここで3二金と、まあ、上がるのが大事で、こうしておけば次に8六歩と、まあ、飛車先のね、歩を交換できますということになるので、そしてここで7七角と、じゃあそれはさせませんよというのがね、まあ、一連の流れですね。さあ、角換わりというところで3四歩と、まあ、ついてきて、まあ、角換わりであれば8八銀とね、まあ、上がっていって、角交換からというような将棋になっていくんですが、なんと、本譜はここで、6六歩とね、角道を止めて、角交換を拒否するというところが、渡辺名人の用意してきた作戦だったんですね。いやー、出だしが角換わりのオープニングだったので、ここでね、まさか角道を止めてくるとはというところがね、まあ意外でしたね。まあこれが用意の作戦だったというところでしょうかね。本譜続けて見ていきたいと思います。さあならばこちらもね、3三角と上がって、飛車先の歩の交換を受けていき、ここで5八金。さあここで9四歩とね、まずは端を打診する。いや、このあたりが藤井聡太竜王のね、序盤の機敏な動きになってきますよね。まあここについておくことで、相手が受けてきたならば、まあ、後手として得、まあ、急戦に対するね、まあ、9五角の筋もなくなるし、まあ、いろいろとね、プラスになると。かといって、受けてこないと、端突き越した分で、位の主張ができるんですよね。で、まあ、位の主張をする分、2手かかるので、本来であれば、その2手分、先手を早く手を指して、急戦調でいきたいんですけど、自ら角道を止めてしまっているので、まあ、急戦にはしづらいでしょうというところで、まあ、9四歩と、まあ、ついてもつかなくても、まあ、後手としては損のない一手というところで、本譜は9六歩とね、まあ、ここで突き返しておくというところでしたね。さあ、6二銀と、まあ、駒組みを進めていき、7八金、7四歩、そして4八銀。さあ、4二銀とね、まあ、お互い金銀を動かして囲っていくんですが、ここで3六歩とね、まあ、素早く動きやすくしていって、まあ、早繰り銀の将棋も見せて角の頭をね、まあ、狙うような素振りを見せていくと、さあ、対する後手がね、まあ、この銀をどうするか、まあ、7三に行って、急戦調で動いてくるのかどうかというところだったんですが、本譜は7三桂馬とね、まあ、桂馬を使っていきましたね。さあ、これに対しては、6九玉としておいて、さあ、6四歩と、まあ、この6四歩に39分、まあ、考えて指していくというところで、まあ、比較的このあたり、方針が難しいところでしたよね。まあ、こうやって、
後手も角道止めて4三銀から雁木にする指し方もあっただろうし、まあ、その辺りの検討はしたと思うんですが、本譜は6四歩とね、まあ、こちらを突いていくというところでしたね。さあ、6八銀と、まあ、銀を上がっていって、その手を見て4四歩と、まあ、ここで持久戦をね、明示していきましたね。まあ、いつでも6五歩から戦いを仕掛ける筋というのもできたんですけれども、まあ、ここはじっくりというところで、4四歩と角道を止めていく。まあ、急戦で行くならば、この6二銀型がね、まあ、6五歩からね、同歩、同桂と跳ねた際に、7三地点をこの銀が、6二銀が守ってくれているので、まあ、このポジションで上がらずに仕掛けるのがいいんですけど、まあ、ここで持久戦を明示したので、まあ、角道を止めて、まあ、ゆっくり行きましょうと。まあ、藤井竜王は作戦をここで明示していくと。さあ、ここで先手は3七銀と、まあ、足の速い攻めでね、まあ、積極的に早繰り銀で仕掛けていく。まあ、角の頭が今狙われているので、4三銀と、さあ、雁木の構えにしておいて、角頭を銀で守っていくんですが、ここで、さっそうと3五歩と、まあ、仕掛けていくというところですね。まあ、これはね、まあ、取ってしまうと、この銀がね、まあ、2六なり4六なり出ていって、すすっと、まあ、角頭をね、手順に、まあ、攻めていくので、まあ、ここは無視して、6三銀とね、まあ、こちら、98分の考慮時間で、銀を上がっていくというところで、まあ、これは、まあ、受けれると、まあ、この状態は現在大丈夫と言ってるんですね。仮に仕掛けてきても、まあ、これに同銀と、まずは取って、まあ、しかしここでね、まあ、銀を上がってくるのであれば、まあ、こっちとかに上がってくるのであれば、3八飛車がね、まだ入っていないでしょうというところで、まあ、これで、まあ、受かってるというのが、藤井竜王のね、まあ、感覚というところでしょうかね。まあ、対する、渡辺名人も34分考えて、ここで3六銀とね、まあ、じっと、まあ、力を貯めて銀を繰り出していくというところですね。さあ、この手を見て本譜はさらに6二金と、さあ、ここでね、まあ、囲いをバランスよくしていくと、まあ、変えて5二金の方が金銀の連結も良くて、場合によっては右玉もね、含みにあったりするんですけれども、まあ、このね、対局では6二金型、まあ、角代わりで、まあ、出てくる8一飛車に6二金などのバランスのいい形を目指すのが藤井竜王の構想というところになってきましたね。さあ、この手を見て本譜渡辺名人も6七金右とね、まあ、上がって固めていくというところでした。まあ、こちらも雁木にして金銀の連結よく、まあ、バランスよくね、まあ、囲う形もあったんでしょうけど、やはり渡辺名人といえば、王様を固めて、あとはね、まあ、ドンと、まあ、細い攻めをつなげて勝ち切るようなね、まあ、将棋も得意ですので、まあ、やはり固めていって、というところをね、渡辺名人は主張。まあ、後手はバランス型、先手は硬いぞという、それぞれ囲いのね、主張を作っていき、さあ、ここで5四歩とね、まあ、ついていくということでしたね。まあ、これは角をいずれ4二と引いたときに、まあ、6五からね、仕掛けていって、まあ、角を、利きをね、良くしていくと。場合によっては、6四角から飛車をね、まあ、狙うような筋も出るので、まあ、角の転換をしやすくしていくと。さあ、バランスがね、いいので、角交換になれば、後手としてもね、問題なく、この囲いで良しというところですが、ここで、先手も4六歩とね、まあ、ここで4二角と引いたならば、まあ、ここね、いつでも4五と行くぞというところも見せていくので、まあ、このね、4二角引きに対する牽制の4六歩というところですが、本譜はここで6五歩と、早速ね、まあ、仕掛けていきましたね。いや、非常に機敏な動きというところにはなってくるんですけれども、まあ、ここでね、待っていても先手玉は差したい手7九玉とか固める手がね、まあ、プラスになるんですけど、対して後手がここで、例えばバランスよくね、待ったとしても、この飛車の一手と7九玉の交換は、やはり後手としては損と見たんでしょうね。本譜は6五歩から動いていって、同歩、同桂とね、まあ、跳ねていったんですよね。さあ、角取りなので、
ここで逃げるんですが、まあ、角がいなくなったので、8六歩、同歩、同飛車と、まあ、手順に走っていくというところで、これに対して8七歩と追い払うんですが、ここで飛車の引き場所がね、8一かと思ったら、本譜は8三と、まあ、こちらに引いてきたんですよ。そしてここで1日目の封じ手となりました。いや、この8三飛車もね、やはり非常に考えられていた、まあ、飛車の引き場所というところがね、まあ、この後の展開で見えてくるんですが、そのね、藤井竜王の構想というのを見ていきたいと思います。さあ、2日目の封じ手。こちらは予想通り7九玉と、まあ、固めていくような手順でしたね。さあ、これに対して、8三と引いたので、まあ、6四と、まあ、銀を上がっておいて、飛車の横利きをね、まあ、活躍させつつ、場合によっては5五銀などを見せてね、まあ、角にプレッシャーをかけるところもできたかと思うんですが、本譜は、藤井竜王の狙いとしては、まあ、この8三の下の場所の狙いというところが、こちら、9五歩、端攻めだったんですよね。いや、これが、すごい機敏な動きで、かつ後手番ながら積極的に、このね、威力で仕掛けていったんだなというところで、まあ、これ、端動いていった際に、最後、強者がいなくなっても、8三飛車型なので、角成りができないんですよね。8一飛車だったら、バランスはいいんですけど、強者を走ってしまうと、9三角成りの筋がどうしても残るので、いやここで端を手掛けていくぞというところが、もう8三飛車型でもう用意されていたというところでした。さあ、これに対しては、もちろん同歩と一度応じていくんですけど、まあ、3歩あればね、端というように、まあ、9七歩から攻めることできるんですが、本譜はね、まだ2歩なので、ここで9六歩と、まあ、行ってね、まあ、手渡しをしていくというところでした。まあ、変えて9七歩の攻めはどんなのというところを紹介しようと思うんですけど、まあ、ここでね、まあ、同香と、まあ、釣り上げていって、まあ、仮にですけど、まあ、歩打って同香と。で、本来であれば、ここで1歩あれば、8六歩、同歩同飛車でね、まあ、この香取りができるんですけど、まあ、歩がないじゃないですか。まあ、しかしね、歩がここに落ちてますよというところが、まあ、これが3五歩として補充して、まあ、これで合わせていくようなね、まあ、手順というところも一つ考えられたんですけれども、まあ、これはね、ちょっと藤井竜王としては、まあ、指しすぎという判断だったんでしょうかね。ここでじっと9六歩とね、まあ、垂らしておくと。まあ、ここで手を渡すという感覚。さあ、これでね、まあどうするのかというところで、まあ現時点は、まあ先手から攻めてくるのが分かってくるので、まあここで嫌味を残して、あとは手を渡していくというね、この非常にね、高度な駆け引きのところもありましたが、まあ先手もここで43分考えて2四歩から攻めていくというところです。さあ、同歩。それに対して2五歩と、まあ、継ぎ歩をしていくというところですね。まあ、これ取ってくれたら、もちろんこの銀が棒銀のように5段目に出て、先手の攻めとしては成功してしまうので、この歩をね、本譜は取らずに3五歩と、まずはここで手を戻していくというところで、まあ、この3五歩に107分、1時間47分考えて3五歩でしたね。まあいろいろと手の組み合わせ、9七歩成をね、まあ今歩をもらったので、まあ9七歩成から行くのか、まあそういったところもね、比較的検討していたのかと思うんですけど、本譜は堂々と3五歩とね、まあ取っていくというところでした。まあこれはね、まあ同銀と、まあ取っていく手ももちろんあるかとは思うんですけれども、本譜は2四歩とね、まずはこちら、2三歩成を見せておいて、まあ2二歩と、まあ、歩成をさせないように受けていって、まあこの交換を入れてから3五銀とね、まあ飛び出していったというところです。さあこの交換を入れたんですが、代わりに後手は歩をもらったぞというところですけど、まあここでね、この銀にビビって3四とかね、打ってしまうと、これはね、良くなくて2三歩成から、まあ同歩、で、2四歩というね、まあ、いわゆる棒銀のような、まあ、早繰り銀のような攻めが決まってしまいますので、まあ、3四歩などはね、まあ、後手としても打つ必要がないと
というところで、この瞬間に本譜は9七歩成と、まあ、端からここで攻め合いにしていくというところでしたね。さあ、このね、歩成に対して、先手も35分、まあ、使っていき、同香と、まあ、応じていくというところですが、やはり歩をもらったので、先ほど紹介した9六歩、同香、それに8六歩というね、まあ、攻めが、まあ、実現したというところです。さあ、同歩に対して、まあ、同飛車と、まあ、走っていったと。さあ、ここまではね、まあ、お互い読み通りの展開になっているかと思います。さあ、この互角の局面、どうやって抜け出していくのかというところをね、まあ、見ていきたいと思います。さあ、本譜、先手はここで、一度6四歩とね、まあ、ここで叩いていくというところでしたね。やはりこの歩を入れずに、3四歩とやってしまうと、やはり4二角という手がね、まあ、この角のラインで伸びてくるじゃないですか。だけども、先に本譜のように、6四歩と一度叩くことによって、同銀、それから3四歩と進んだ際に、まあ、4二角と引くんですが、この銀がね、まあ、角の利きを邪魔しているぞという手筋の、相手のね、駒効率を悪くさせていくぞというね、まあ、細かいテクニックも入れつつ、さあ、ここで、2三歩成からね、さあ、踏み込んでいくというところでした。さあ、同歩とさせて、ここで4四銀とね、まあ、角をね、こうやって通していくと。2筋の歩成を入れてから、銀を飛び出して、同銀、同角とね、まあ、比較的一本道のように進んでいったわけですね。さあ、先手もね、駒をさばいていき、まあ、後手も飛車がさばいていってというところで、非常に緊迫感のある局面になってきております。さあ、ここでね、まあ、後手の次の一手というところでしたが、ここで一度、6六歩と、まあ、叩いていきましたね。まあ、これは仮に同角と引いたならば、まあ、5五とね、まあ、銀を出ていって、この角成りを防いでというところもできる歩になってくるので、本譜は同金と、まあ、応じていくんですが、これで角の利きがね、まあ、自陣に効かなくなったので、ここで8八歩と、まあ、藤井竜王も叩いていくというところですね。さあ、非常にね、まあ、お互い角の利きを消し合う歩の手筋から、さあ、攻め合いどちらが早いのかというところですが、この8八歩に対して、なんと堂々とね、同金と応じていきましたね。いやー、まあ、しかしね、受けるとしても8七銀と、まあ、投入せざるを得ないので、まあ、こうしておいて粘っていってね、まあ、例えば歩成りで桂馬取られて同玉に8一飛車とね、まあ、引いて蓋をする、まあ、このように、粘り強く指すような手順もあったかと思うんですけれども、まあ、形勢もね、特に悪いわけではないんですが、やはりちょっとね、駒を取られているというところが気になったのでしょうか。本譜はね、強く同金と応じることによって、藤井竜王がここから8七銀打ちとね、さあ絡みついていったわけですね。さあ非常に怖い形なんですけど、先手玉。これで実際耐えているのかどうかというところですね。もちろんこれね、まあ、取ってしまうと、これは飛車成りが入ってきてしまいますので、これはさすがに銀2枚だと受けが難しいのかなというところになってくるので、まあ、本譜はね、まあ、ここで9七銀打ちとね、まあ、受けるならここですよね。まあ、このようにして受けていくんですが、一度8八ならずと、まあ、王手をしていき、同銀と、したところで、ここで6九金打ちと、まあ、金をね、まあ、送りの手筋といいますか、金を捨てて、同玉に8八飛車成りと、まあ、飛車を成ることに成功していくというところです。さあ、しかし、ここで7九金と打って、先手もね、まあ、粘り強く指していくと。さあ、9八竜と、まあ、ここで一旦地獄が落ち着いたので、1一角成と、さあ踏み込んでいって、さあどちらの攻めが早いのかという局面になっていきましたね。いや、非常に激しい攻め合いを選んでくる。残り時間がね、先手は1時間に対して後手が1時間40分と、藤井竜王がね、40分ほど、まあ、考慮時間が多く残っている状態とい
というところなんですけれどもね。さあ、ここから終盤どうやって寄せていくのかね。まあ、見ていきたいと思います。さあ、本譜はここで8八歩と、まあ、手筋のようなね、まあ、攻めが出てきたんですけれども、さあ、これに対してもね、まあ、ちょっと受けも効かないと見たのか、本譜は2一馬とね、まあ、やはり攻め合いを選んでいったと、まあ、いうことですね。まあ、42分の考慮で踏み込んでいったと。まあ、しかしね、この局面、実はなんとね、まあ、ソフトの評価でね、まあ、この手はなかなか見えづらいんですけど、非常にすごい手がありまして、その手というのが7七銀とね、まあ、受ける手が実はあったのではないかというところですね。まあ、これは銀上がってるんですけど、桂馬の利きに わざと言って、まあ、同桂とね、まあ、取ってきた場合は、こちらも同桂と取った手が、まあ、この8八歩でね、狙っている桂馬が逃げているという空振りになってくるのでね。まあ、これは取ることがね、なかなかできない。かつ、銀が上がったことで、飛車の横利きが通ったので、このね、歩成りも効かないんですよね。竜が取られてきてしまいますから。まあ、そういったね、7七銀というちょっとアクロバティックな受けもあったんですが、まあ、これに対してはね、まあ、ちょっと簡単に変化だけ見ますけど、まあ、5七とこちらになっていって、5九に、ここでね、眠っていたこの角が、1号までビューンと出る王手。まあ、こういった変化がね、ありましたというところですね。まあ、しかしソフト的にまだ互角とはいえ、まあ、ここで2六歩と打って互角というね、まあ、人間的にはなかなか選べない。先手としてはここに歩はね、打ったらさすがにもう、ちょっとね、まあ、効かされすぎて、まあ、飛車の、先も重くさせられて、守りにしか効かない飛車になってくるんですけど、まあなんとこれでまだ互角というところがね、本当にコンピューターのね、まあ将棋の判断の凄さというところもありましたが、まあこれについてはね、ちょっと別途まとめて動画出したいと思いますけど、まあ本譜はね、ここで7七銀ではなくて、攻め合いの2一馬という手を選んでいったというところでしたね。さあ、攻め合いとなってくると、藤井竜王のね、まあやっぱり終盤の読みの速さ、正確さなどのね、まあ、終盤力が活かされる領域となってくる。ここで8九歩成と、さあ踏み込んできてどうなるんだというところですね。先手ももちろん止まることができないので、3二馬と金は取ることできるんですけども、7九とと、まあ、こちらも金を剥がして王手をかけていく。5八玉と、まあ、逃げてはいくんですけれども、ここで、やはり、1号角とね、まあ、気持ちよく角が飛び出していったというところですね。いや、非常にね、この、眠っていた角が飛び出していく。そして、王様にね、まあ、非常に厳しいところに狙いが来ているというところですが、さあ、4二銀と、まあ、王手はするものの、6一玉と、まあ、かわしていきまして、さあ、続くね、まあ、継続手もね、特にはないので、5四馬と、まあ、馬を引きつけて、まあ、こちらですね、左側も防ぎつつ、場合によってはね、上部を手厚くしていくというところで、まあ、なんとか、この馬を頼りに、自玉を安全にしていきたいというところではあったんですが、いやしかしね、やはり鋭いですね。ここで一度、4八金と、まあ、藤井聡太竜王は決めてきたんですよね。いやー、この手がね、非常にやはり厳しいと。本譜逃げるしかないというところで、というのもね、まあ、飛車で取れるんですけど、まあ、取ってしまうと、まあ、実は詰んでいるっていうね、まあ、同角成から手数は非常に長いんですけど、まあ、これがね、まあ、詰みなので、まあ、やはりこれを藤井竜王は分かっているし、渡辺名人も、まあ、これは詰んでいるのに逃げるしかないというね、まあ、非常にこの手数の長い詰め将棋を、まあ、お互いね、極限の状況で分かっていると。まあ、ちょっと手数長いんでね、まあ、省略的にしますけども、まあ、詰みの一例だけご覧いただければという形で、まあ、このようにね、まあ、詰まされていくという、非常に王様がどんどん逃げていくんですけども、なんだかんだね、駒がたくさんあるので、まあ、大体逃げ場がないよね、というような詰み筋になってきています、というところでね。まあ、あとは、駒を、落ちながらというところで、まあ、角を引いてというところで詰みと
というのが一連の流れになってくるかと思います。まあちょっとね、脱線しましたけども、なのでこの4八金飛車で取ると詰まされてしまうので、まあここは逃げるしかないというところなんですが、この金を利かせてからここでね、角をじっと4二角とね、まあこの自陣の銀を外していくというところで、まあ自玉を安全にさせていくと。いやー、ここでね、実際手をじっと戻しておくと。対する先手もここで4八飛車とね、やはり金を外して、なんとかね、自玉周りを清掃させていこうというところになっていきますのでね。まあ後手としてもね、6三歩の一手がね、入ってくれればというところで、まあ頑張ってはいったんですけども、後手はそれも分かっているので、5三銀打ちとね、やはり先手先手で馬をどかしに行くというところです。いやー、ここでね、まあ自陣に銀を打てるところが、藤井聡太竜王のまたね、進化したところなんじゃないでしょうかね。まあ自玉を安全にして、あとは寄せれるというね、まあギリギリのところで踏み込みすぎて、まあ暴走と言いますかね、まあ自爆のようなことはもうしないと。攻守のね、バランスが非常に素晴らしいですよね。ここでじっと5三銀と打って、4三馬と王手はできるんですけども、さらに5二銀とね、まあ、先手先手で受けることによって、気づけばね、金銀4枚、自玉に張り付いておいて、これで自玉がね、まあ、寄らない形になっていくと。さあ、困った先手としては、馬取りなので、まあ、4二馬と、まあ、角を取るしかないんですけど、まあ、同銀と取られて、やはりこうやってみると、後手玉に寄りがないのに対して、先手玉、もはやね、自玉周りに火がついてしまっていると、冷静にね、まあこういった局面まで判断して、じっとね、攻守のギアを切り替えていくのが、藤井竜王の強さになってくるんじゃないでしょうか。とはいえね、もう自玉はもう先手としても、手の入れようがもう正直ないので、5四桂と、まあ両取りをかけて、まあ、地道にね、まあ、この金銀3枚、まあ、剥がしに行ったわけなんですけども、ここで8七竜とね、まあ、王手に入ってきて、もうこれで厳しくなりましたね。まあ、本譜、ここで7七と合駒をしたんですけれども、まあ、これね、やはり逃げていってしまうと、この打った桂馬がね、まあ、抜かれてしまうと言いますか、まあ、このようにして、ズバッとね、取られてきてしまうんですよね。まあ、変化の一例ですけど、まあ、これでひっくり返られると、打った桂馬取られて、後手玉盤石になってきてしまいますから、まあ、ここの王手で上に逃げるのはさすがにということで、まあ、ここでね、香車を打って、まあ、粘ってはいったんですけれども、さらに7八とと、まあ、と金がね、まあ、ここで活躍してくるというところですね。本譜、4二桂成と、まあ、銀を剥がすことはできたんですけれども、6八とと、まあ、王手をしていって、これに対して、5、6、玉と、まあ、逃げていくというところで、まあ、これはね、やっぱ取れないですからね。まあ、玉で取ってしまうと、この、ここ、桂馬効いてますから、7七とね、まあ、落とされていくし、まあ、かといって、竜で取ってしまったらね、これはさすがに、王手飛車取りになってきてしまいますから、まあ、これは逃げるというところですけども、この王様を逃がさないように、2七角と、まあ、退路封鎖ですね。まあ、させていったこの手を見て、渡辺名人の投了となりましたね。いやー、非常にね、渡辺名人の意表をつく、角換わりと見せかけたね、まあ、角道を止めていく作戦ではあったんですけれども、それに即座に対応した藤井聡太竜王、そしてね、攻め合いになるようなね、まあ、一直線の踏み込みだったんですが、やはりそこは藤井聡太竜王のね、まあ、テリトリーと言いますか、得意分野なので、一歩二歩とね、抜け出していって、最後は鮮やかにというところでしたかね。自玉が詰まない形にして、あとは寄せていくという、渡辺名人のお株を奪うかのようなね、まあ、差し回しでしたね。まあ、投了追加といっても4四桂打ちがね、ちょっと見えているので、4四桂から逃げて銀打という、わかりやすい詰めろがあって、後手玉がちょっと詰まないと。まあ、こうね、まあ、教科書通りの形で言えば金打ちたいんですけど、竜が効いてますからね。まあ、詰み筋としては、まあ、縛ったとしても4四桂からですね。これに対して角が効いて銀もいると。
下がるしかないんですけど、まあ銀を打って詰みというところになるので、まあ逃げるんだったらまあこのようにして、まあ粘ることはできるんですけれども、まあ普通に香車取られても厳しいですしね、まあちょっと何やってもというところですかね。まあ香車取るぐらいでも、まあ5七竜が見えてきて、また受けなくちゃいけないというようなところになってくるし、まあ本当にこんな雑に行ったとしてもというところでしょうかね。まあ同玉とさせて竜でというようなところもあるので、まあこれは攻防ともに見込みなしで投了やむなしという局面になったかと思います。さあ2日間かけて戦ったこの名人戦ですけども、先手番の渡辺名人がうまくね、6六歩と角を道を止めた意表をつく作戦でしたが、それをね、見事に返した藤井聡太竜王が1勝挙げると、さあ、後手番で勝利をした非常に大きい1勝になったかと思います。逆に言うと、渡辺名人、先手番で落としたのは非常にちょっとね、痛い1敗になったかと思いますが、続く第2局は先手が藤井聡太竜王となって、4月の27、28とね、まあ、ちょっと時間は空いてくるので、まあ、ここもね、また渡辺名人がどのような作戦を持ってくるのか。藤井聡太竜はおそらく2六歩からね、まあ、相手の手を見て、また指し方を決めてくるというような、まあ、盤石な将棋をまた用意してくるかと思いますけどもね。まあ、このチャンネルでは、この名人戦含め、注目の対局はね、追いかけていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価していただければと思います。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバイ。